こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。さて、今回は何の話をしてくれるのかしら。今回話していくのはこちら。日本陸軍の試作地上襲撃機、機93だぜ。機93とは、また聞き馴染みのない名前ね。まあ、そう思うのも無理ないんだが。この機体には、機93にしかないような特徴、新機軸が非常に多く盛り込まれていたぜ。ほう。そう言われるとなんだか気になるわね。それじゃあ早速始めてもらってもいいかしら。わかったぜ。機93は、日本陸軍の開発した試作地上襲撃機の一つで、全長 14.215 メートル、全幅19メートル、全高 4.85 メートル、機体重量7826キロ、全備重量1万1400キロ、という機体だったぜ。全備重量1万キロ以上、って、なんだか、想像より全然重いんだけど。この機体の比較対象としては、機102オツ、あたりがよく挙げられるんだが、機102オツは、全長 11.45 メートル、全幅 15.57 メートル、全高 3.7 メートル、機体重量4950キロ、全備重量7300キロ、という感じだったから、全体的に見て、機93のが一回りか二回り大きくなっていたぜ。同じ襲撃機でもここまでサイズが違うとは。その機93の機体性能としては、最高速度、高度8300メートルにて624キロ、巡航速度、350キロ、上昇力、高度6000メートルまで9分3秒、上昇限界、高度12050メートル、航続距離、2350キロ、こんな感じになっていたというぜ。ほう。ちなみに、機102オツは、機102オツの性能としては、最高速度、高度6000メートルにて580キロ、上昇力、高度5000メートルまで6分、上昇限界、高度11500メートル、航続距離、2000キロ、だいたいこんな感じだったぜ。同じ土俵で比べるものじゃないんでしょうけど、さすが、機93は機体がでかいだけのことはあり、それなりに余裕のある性能になってる感じがするわね。確かにな。そして、機体がここまでになると、発動機にも相応のものが要求され、機93の発動機には、H214、李昌2500馬力を2機装備していたぜ。李昌2500馬力。さすがにすごい出力ね。で、襲撃機である以上、攻撃力も非常に重要な性能の一つで、搭載する武装としては、57ミリ機関砲、1門、20ミリ機関砲、2門、13ミリ機銃、1門、という感じになっていたぜ。うわ。さすが襲撃機、武装が違うわね。この他にも、爆走ができたりできなかったり、と、もうちょっと込み入った話があるっちゃあるんだが、とりあえずそれは後回しにして、今回も開発経緯から順を追ってみていこうと思うぜ。お願いするわ。ということで、早速始めさせてもらうんだが、機93開発のきっかけ、というか、その源流となるのは、昭和14年の、ノモンハン事件、であり、この時、陸軍がソ連の戦車部隊に苦戦し、大きな損害を出したことが、その後の襲撃機の方向性を決定づける、重要な出来事としてあったぜ。日本とソ連の戦車が4つに組んで殴り合ったら、そりゃ、部が悪いわよね。そして、周知の通り、戦車対戦車を苦手とする傾向は、太平洋戦争が終わるまで変わることなく、これのせいもあって、対戦中にも様々な襲撃機が開発されたわけなんだが、機93も、その一環として計画されており、昭和17年7月、航空本部から立川陸軍航空工廠に対し、その試作指示が出されたぜ。立川陸軍航空工廠に指示って、この機体、陸軍独自開発の機体だったの？陸軍の独自開発、なんてあんまり聞かない印象だけど、それも無理ないところで、陸軍もそれなりに機体の開発は行っていたんだが、この、機93の開発前に陸軍が手掛けたのは、紫星三座系爆撃機、で、機番号が与えられていないことからもなんとなく察しがつくように、この機体、完成が昭和2年であり、独力で航空機を開発するのは、実に15年半ぶりだったぜ。15年半ぶり？そりゃ、聞き馴染みがないわけね。てか、そんなにブランクがあって大丈夫だったの？大丈夫か大丈夫じゃないかで言えば、一応大丈夫だったみたいだな。また、空気症なんかがその典型だけど、お抱え、ということは、それなりに好き勝手できる、という側面もあり、その辺は機93にも現れていたぜ。まあ、そうでもなきゃやってらんないわね。で、
この時広本が要求したのは、57ミリ対戦車砲を搭載する襲撃機、であり。追って、昭和18年2月に陸軍が提示した要求性能としては、常用高度、8000メートル以下、超低空。最大速度、航空で650キロ。航続力、行動半径1000キロ、プラス巡航1時間。発動機、H214、または、H211、を2機。乗員、2名。武装、歩402、57ミリ機関砲、1門。歩後、20ミリ機関砲、2門。これらを前方固定機関砲として搭載し、さらに、歩103、13ミリ機関銃、1門を後方旋回機銃として搭載。という要求が出されたぜ。相変わらずの速度に、さすがの超重武装ね。一応、そのコンセプトとしては、戦闘機の護衛なしで運用できる襲撃機、というようなもので、敵戦闘機と対等に渡り合うための速度と、これを追い払うための後方旋回機銃が要求された、というわけだったぜ。だからあれもこれもと詰め込まれてたのね。そして、この要求の提示とほぼ同時に、陸軍は川崎に対して、機102オツに相当する機体の試作も指示しており、この、機102が、実際に運用される、次期襲撃機、の本命だとすれば、機93は、あくまでも研究機であり、できれば実用機として完成させてほしい、というような、やや消極的とも取れる指示が出されていたぜ。見た感じ、最高速度以外はそんなに機102オツと違わない感じがするんだけど、どうして機93は研究機扱いだったのかしら。その秘密は、武装、にあって、主武装として要求された、57ミリ砲に雲泥の差があり、機102オツの方は、歩401搭載、とされていたんだが、こちらの方は、全長、2000ミリ、重量、150キロ、方向初速、500メートル毎秒、弾頭重量、1550グラム、重工威力、19万ジュール、となっていたのに対し、機93に要求された、歩402は、全長、4500ミリ、重量、400キロ。方向初速、750メートル毎秒。弾頭重量、2700グラム。重工威力、76万ジュール、で。さすが、重戦車を歩振るために開発されただけのことはあり。まさに、化け物地味体力を有していたぜ。もはや、同じところなんて光景くらいじゃない。こりゃ、研究機にもなるわけね。ということで、一応、機93は、研究機、として開発が開始されたわけなんだが、いよいよ開発、となると、やはり問題は15年半ものブランクで、機93の開発は、設計チームの構築から開始。事実上の設計主務となるのは、第一陸軍航空技術研修所、第一課長、で、時の第一課長は、安藤茂雄中佐。こちらの安藤中佐は、94式偵察機の開発時には、中島に出向いて指導を行ったり、あの、陸軍最大の超重爆、旧二式重爆、の開発時にも三菱の指導監督に当たっていて、その腕には確かなものがあり、機93開発においても、非常に心強いものだったぜ。さすが第一課長ね。こうして、開発チーム構築は好調な滑り出しを見せ、続いて、実際に詳細な設計を実施する技師を招集。大学や高専出身の若手技術商工や、工業学校出身の計算手、製図手、航空工商の設計メンバー、などが集められたんだが、ここに来ると、やはり15年半のブランクは痛く、これらのうち、実務経験のある技師は一握りしかおらず、大半は機93が初の実務だった、とも言われるぜ。その実力を疑うわけじゃないけど、大半が初めて、って言われるとちょっと心配にはなるわね。そこにはやはり、陸軍も思うところがあったようで、立川飛行機から、遠藤良吉技師を招き、協力してもらうなど、できる限りの努力はしっかり図られていたぜ。さすがにフォローが考えられたのね。というわけで、こんな感じの布陣で設計が開始された機93なんだが、まずは、その基礎型を決定するところから開発は始められ、この段階では当然、最終時の設計とは様々な差異があったぜ。例えば、その代表的なのが発動機で、当初、機93の発動機は、H211 搭載の方向で進んでいたというぜ。確かに、H211 か H214 のどちらか、とは言われたけど、どうして途中で変更されたのかしら。その背景にあったのが、機93の性格の変化、で、当初搭載予定だった、H212型、は、自称2200馬力、高度1200メートルで1950馬力、高度4800メートルで1860馬力、という感じだったんだが、
これに対し、ハ214は、自称2500馬力、高度2000メートルで2300馬力、高度6500メートルで2000馬力、と、出力にして一回りから二回り高かったぜ。それはわかったけど、性格の変化、ってのはどういう？すでに話したように、キ93は開発当時は研究機的な側面があり、うまくいけば実用化、程度に考えられていたんだが、戦局に対する不安などから、キ93を必要とする声は高まり、研究機としての側面が薄れ、次期襲撃機も視野に、研究機であれば、ハ211程度の出力があれば十分、と考えられていたのが、実戦となるとそうもいかず、高出力なハ214に改められた、というわけだったぜ。だからわざわざ変更を。そういったもろもろの検討を含め、実は、キ93の原案は、最初期案から5度も変更されており、こんな感じで、大きく分けて第1次計画から第6次計画の、6つの計画があったんだが、それぞれの案が作成されたのは、第1次計画が昭和17年8月、第2次計画が昭和17年9月、第3次計画が2つあり、どちらも昭和17年10月、第4次計画が、これも同じく昭和17年10月、第5次計画が昭和18年5月に策定され、第6次計画の第1期がその直後、第5次計画と同月中に策定。第6次計画第2期はかなり遅く、昭和19年6月に策定された。と、されているぜ。時間的には、第1次から4次までが一括り、第5次から第6次第1期までが一括り、最後にその2期が作成された、って感じね。これらの計画について、計画ごとに見ていくと煩雑になっちゃうから、それぞれの装備の推移について、横向きに見ていこうと思うんだが、まず、発動機は、第1次計画では、ハ211搭載、だったのが、第2次計画にて、早々に、ハ214に変更されており、それ以降は一貫してハ214を搭載。座席、乗員は、一貫して2座2名、であり、行動半径も、1000キロプラス1時間、で固定されていたぜ。要求性能自体は固定で、それを達成するためにいろいろ変更された、って感じかしらね。そう見るのが自然だろうな。そして、その尾翼は、第4次計画までは総尾翼型の計画となっており、単尾翼が採用されたのは第5次計画、と意外と遅め。武装については、前方固定機関砲は、第2次計画までは、20ミリの保護機関砲、2門、で、各門600発。これが、第3次計画で、保護2門の各門400発、に改められ、第4次計画では、37ミリの、歩2041門、40発、に大幅変更。ところが、この変更はすぐに帳消しになり、第5次計画以降は、1次計画と同様の、歩2門、600発、に落ち着く。という歴史をたどっていたぜ。途中で、突如歩204が出てきたけど、基本的には、歩2門で一貫してたのね。そして、主武装である、前下方固定機関砲は、すべての計画で、歩4021門、とされたものの、その弾数が計画によって違い、第1次計画、30発、第2次計画、26発、第3次、4次、5次計画、25発。そして、最終案の第6次計画では、20発にまで減らされたぜ。減りっぱなしね。他の機関砲との兼ね合いとか、技術的なものとかもあったんだろうな。そして、後方旋回機銃については、ほぼすべての案で、歩1031門、400発を、情報に搭載、となっていたんだが、唯一、第3次計画のビブ砲装備案だけが、これをビブに搭載。また、翼面積については、第1次計画で47平方メートルだったのが、第2次、3次、4次計画で53平方メートルに拡大され、第5次計画、第6次計画1期では、54平方メートルに拡大。最後の最後の、第6次計画第2期、では、54.75 平方メートルにまで拡大されていたぜ。随分ちょこちょこ変わるというか、こうやって見ると、各計画で結構な違いがあるわね。最後の、第6次計画第2期、のせいもあってか、昭和19年6月まで、計画が二転三転しているような印象を受けなくもないが、実際には、第6次計画第2期で改造されたのは、それこそ翼面積くらいのもので、本当に、最後の最後の微調整、って感じだったから。事実上、計画が固まったのは昭和18年5月。さらに、実際にはこの決定をも待たずして開発が開始されており、主翼なんかは、3月からすでに設計に着手。
また、実機と同サイズのモックアップが、4月の段階で完成していた、というから。正式に決定されたのは5月でも、それ以前から方向性は決まっていたみたいだな。民間に委託じゃ、高難度も計画を変更はできないわね。こんなことしようもんなら、要求を2点3点させた、って言われるわな。で、ここからは、その最終案である、第6次計画第2期、について見ていこうと思うぜ。実機として完成した機93、ってわけね。ということで、早速始めさせてもらおうと思うんだけど。まずは、明らかな異彩を放っている胴体部から見ていくと。この異常さの原因は、やっぱり歩402にあり。機関砲自体の重量が400キロあった、ってのはすでに紹介した通りなんだが。これに弾薬もろもろも合わせると、トータルで600キロは下らず。さすがにここまでの重量となると、好きな場所に搭載、というようにはいかなくて。搭載による影響を可能な限り抑えるため、機体重心付近に搭載するように工夫。さらに、見ての通り、歩402は断層が上に大きく張り出していたんだが、シュゲタはこの断層を避けるように、前後に1本ずつ通されていたぜ。主翼の構造的には邪魔な断層を、うまいこといなしてるわね。そして、こうやって見ると、胴体は、歩402の搭載部付近で大きく膨れ上がっていて、歩402搭載箇所とそれ以外で、断面が大きく変わっているように見えるんだが、ここもうまいこと考えられていて、実際は、歩402は、外付け、のような構造に、言葉で伝えるのがちょっと難儀なんだけど、歩402の上側だけで、機体構造は基本的に完結しており、その機体に、歩402を吊り下げ、周りはカバーで覆っただけ、みたいな感じになっていたぜ。ああ、極論、歩402とその周りだけ取り外せるような構造になってたのね。確かに、こうすれば複雑な断面のフレームを作る必要もないし、整備するにも都合がいいわね。この構造は後になっても生きてくるんだが、とりあえずそれは置いておいて、その他の胴体内のレイアウトとしては、歩402の真上に、搭乗員2名が配置され、後部座席に、歩103-1門、主翼の付け根に、保護を左右1門ずつ搭載。保護に関しては、第3次計画までは、機種に搭載されていたのが、第5次計画にて、主翼付け根に移動されたぜ。またどうして？第3次計画以前の具体的な搭載箇所がわからないだけに、何とも言えないんだが、第5次計画では、機銃の移動と同時に、操縦席を1メートル前に出す、という改良も実施されていて、その背景には、前方視界の確保、があったらしいから。もしかしたら、この辺と関連があるかもしれないぜ。硝煙による視界不良を嫌ってか、機体のレイアウト的なものか。確かになくもなさそうね。だろ。その保護は、プロペラと干渉させないため、本当に付け根も付け根に搭載されていて、弾丸はギリギリプロペラの内側を通過。プロペラのせいでここ以外には搭載できなかったから、良くないタンクとの兼ね合いで苦労した、とも言われてるぜ。急にこの位置に変更だものね。また、胴体部の重要搭載物として、燃料一式、があったんだが、これは後部座席の直後にまとめて搭載。前から順に、燃料タンク2つと、メタノールタンク1つが設けられていたぜ。一応確認だけど、防弾は？もちろんそんなものはない。わけはなく。機体前方から順に、その防弾装備を見てみると。まず、機首部の操縦席前方。12ミリの防弾鋼板4枚が、箱型に組まれ、操縦席を覆うようにカバー。操縦席の風防と操縦手の間にも、70ミリの防弾ガラスが設置され。操縦席の背面にも、12ミリの防弾鋼板を設置。これだけでは終わらず、後部座席の後方。ちょうど、後部搭乗員の真正面になる場所にも、12ミリの防弾鋼板が設置されており。さらに、ダメ押し、とばかりに、メタノールタンクの後ろ側にも、8ミリの防弾鋼板が貼られ。タンクは防弾タンクで、自動消火装置までつく、という徹底ぶり。搭乗席はこれだけの装備によって、ガチガチに防御されていたぜ。さすが襲撃機、やるじゃない。見ての通り、日本軍機としては相当な重防御を誇っていた機93。これ自体が、特徴、と言っても差し支えないほどのものだったんだが、その特徴は、主翼やエンジン周りにも散りばめられていて、それについてもちょっと見てみようと思うぜ。お願いするわ。ということで、まずは簡単なところからなんだが、機93の主翼は、翼面積が 54.75 平方メートルだったから、その翼面荷重は 208.2 キロであり、他の日本機と比べると決して低くはないものの、11トン以上ある全備重量を考えると、この程度まで抑え込まれた、とも見れて。
これと、主翼後縁に搭載された新型のスロッテッドフラップにより、着陸速度は156キロ程度になっていた、と言われるぜ。別に、特別低くもない感じはするけど、実用上どうしようもない、って感じでもないわね。さらに、キ93の翼幅は、19メートルだったから、これと翼面積から、アスペクト比は 5.92、と算出されるんだが、これについて他の機体とも比較してみると、何度か登場している、キ102オツ、は、7.13、であり、4式重爆が、7.79、ぐらい。キ93とアスペクト比の近い機体、というと、ケン3の、5.82、とかになるぜ。ケン3とほぼ一緒？めちゃめちゃ小さいじゃない。これには、当時キ93の設計に当たっていた碇義郎技師も驚いたようで、モックアップを初めて見た時の感想として、予想に反して翼が非常に短く感じた、と書き残されているぜ。そりゃそうよね。って言っても、実は、前幅は銀座とそんなに変わらないんだけどな。銀座と一緒。銀座の翼幅がそんなに小さかった印象ってないけど、なんか、そう言われると違和感あるわね。その違和感の正体と、パッと見で主翼が短く感じる原因は、その主翼の構造にあり、キ93の主翼を情報から見ると、こんな感じになっていたんだが、付け根から発動機まで、ほとんどテーパーがかけられておらず、発動機を超えてやっと絞られる、というような構造になっていたため、翼幅の割に翼面積が大きく、低アスペクト比になっていた、というからくりだったぜ。ああ、そういうこと。そんな感じで、どちらかというと、運動性を重視したような構成に見えなくもないんだが、翼型は、最新鋭機らしく、そういう翼、になっていて、有害抵抗は可能な限り減らされていたぜ。さすがは陸軍主導の新鋭研究機ね。にしても、こうやって真上から見ると、発動機の外側と内側でまるで違う主翼みたいね。さすが霊夢、鋭いな。実はこの主翼、そのちょうどテーパーが変化するところで分割することができ、発動機までが中央翼、それより外側が外翼、となっていたぜ。本当にここで分かれるのね。発動機は、ちょうどその分割部の内側に搭載されていたんだが、キ93は、発動機周りも普通のものとは一味違い、出力についてはすでに挙げた通り、こんな感じになっていたんだが、この大馬力を余すことなく利用するため、そのプロペラには、P22VDM 低速ピッチ6子を採用。6子プロペラを搭載した機体は、これが日本で初めてだった、と言われており、これだけ枚数が多ければ直径も抑えられる、と思いきや、なんと、その直径は 3.8 メートルもあったぜ。6子で 3.8 メートルって、思いっきり機体を引っ張ってくれるような、そんな力強さを感じるな。ほんとね。というわけで、機体設計については、おおよそこんな感じにまとめ上げられたキ93は、開発開始から2年弱の昭和20年3月に試作1号機が完成。15年半ぶりだったこともあり、開発期間は若干長い、と言われることもあるんだが、それでもしっかり形になり、そこからもろもろの審査を経て、昭和20年4月8日、ついに、初飛行の日を迎えるぜ。ついに来たわね。この一大イベント、とも言えるキ93の初飛行を任されたのは、審査部の森谷中尉と池林少尉で、審査部のパイロット、って段階でその腕前は当然折り紙付きなんだが、操縦を任された森谷中尉は、救急式総計で煙突の間を縫うように飛行した、なんて逸話が残されていたり、創発機の操縦はお手の物だったぜ。もはや、飛行機も手足も大差ないわね。森谷中尉と池林少尉を乗せた、キ93試作1号機は、滑走路上で一通りの準備を終えると、スロットルを全開にして発進。H214の爆音とともに、無事離陸を果たしたぜ。15年半ぶりの悲願がここに。そんなキ93は、救急式軍艇の先導の下で諸々の試験を実施。その操縦性は概ね予想通りのものだったぜ。試験飛行が成功してよかったわ、ほんと。ところが、うちに帰るまでが遠足なら、飛行場に帰ってくるまでが試験飛行であり、着陸態勢に入ったキ93は、着陸とほぼ同時に、左の主脚を切損。機体は時計回りに一回転してしまい、幸い、森谷中尉のとっさの判断により、火災などの大事には至らなかったものの、最後の最後で、思わぬつまずきを見せるぜ。左足を切損。森谷中尉が着陸をミスるとは思えないんだけど、どうしてこんなことに、後でそれについて調査してみると、原因は主脚のロックピンにあったようで、計算違いにより、必要な強度が少なく算出されており、
それを元に部品を作ったもんだから、事故に繋がった、というわけだったぜ。あらら。また、これ以外にも判明した課題がいくつもあり。効率アップのため、トロクシのプロペラを搭載していたんだが、このプロペラが、おそらく所定の性能を発揮しきれておらず。また、羽が6枚もあると、回転中のプロペラの存在感も凄まじく。これが視界に悪影響を与える、と指摘され。さらに、ピッチは電気式の調整機構となっていたものの、これもどうやら不調気味。極めつけは、もう慣れっこっちゃ慣れっこだけど、は、214が所定の性能を発揮できていない、と。発動機周りを中心に、こういった課題が挙げられたぜ。プロペラも発動機も最先端のものだし、この辺が問題になるのはもはや仕方ないわね。そうだろうな。とはいえ、この試験飛行では、20分程度しか飛行しておらず、まだまだ精査しきれていない部分も多くあったことから、試験続行のため、破損した左主脚ともろもろの修理が急がれ、幸い、4日ナセルのおかげで、主翼に目立った損傷はなく、破損箇所は、主脚、プロペラ、ナセル、くらいで済んだらしいんだけど、それでも、これらの修理には1ヶ月を要し、5月頃になって、ようやくその作業が終了。部品も心も改め、2度目の試験飛行に臨むことになるぜ。しれっと言ってるけど、もう昭和20年4月だものね。そりゃ、満足に修理もやってらんないわよね。この頃になると、米軍は日常的に夜間爆撃を仕掛けてきて、ひどい時だと、1日に5、6箇所も空襲にさらされるレベルだったんだが、その間の手は立川にも訪れ、ある時の空襲で落とされた焼夷弾が、修理直後の機93を収容していた格納庫を直撃。格納庫は手のつけられないほどにまで燃え上がり、中にあった機93は、翼端と尾翼の一部、焼けただれたエンジン、プロペラだけを残し、残りはすべて消し済みに。陸軍の機体と情熱を背負った、機93試作1号機は、こうして、いとも簡単に葬り去られてしまうぜ。せっかくここまで来たのに。一説には、機93が消失したのは、二度目の試験飛行の前日だった、とも言われ、本当に紙一重のところで振り出しに。しかし、ここでやめれば全てが水泡に帰してしまうため、陸軍は、埼玉県の高萩飛行場に疎開して、試作2号機の製作を継続するぜ。機93が完成しようがしまいが、戦局に大きな変化はないように思えるけど、それでもやっぱり頑張ってほしいわね。もはやここまで来ると、霊夢の言うように、戦局を大きく挽回させるのは相当に厳しいものがあったんだが、それでも、日本陸軍が日本陸軍である以上、最後の最後まで戦い抜く覚悟を持っていたのは確かで。当時、陸軍が警戒していた、本土決戦に向け、機93も借り出されることになるぜ。本当に追い詰められてるわね。でも、襲撃機をどうやって運用するの？本土で敵戦車がバッコするようになったら、それこそどうしようもない気がするんだけど。まさにその通りで。陸軍が重要と考えていたのは、水際での防衛、であり。これに伴い、機93の目標は、戦車から艦船に変更されたぜ。ああ、確かに。元が襲撃機だし、上陸用襲艇なんかの攻撃には適しそうね。だろ。そして、陸軍は、機93を艦船攻撃に特化させるための、さらなる改造も考えていて。そこで役に立ったのが、さっき紹介した、歩402は外付け、という構造なんだが。歩402が割と簡単に取り外せたことから、歩402を、歩501に換装した、機93オツ、という方が計画されたぜ。歩501に換装？この名前、どっかで聞いたことあるような。って、これ、機109の 75mm 砲じゃない。よく思い出したな。まあ、あれを歩501に含むのか、ってのは実は諸説あるらしいんだが。それはともかく。この歩501、特筆すべきはやはりその弾頭重量で。歩402の 2700g に対し、歩501は 6540g という異常なほどの重量を確保。まさに一撃必殺を体現したようなもので、命中したらただじゃ済まないこと受け合いだったんだが、機93オツはこれだけにとどまらず、250kg 爆弾2発の搭載も考慮することで、襲艇狩り特化とも言える構成に変貌していたぜ。泣く子も黙る攻撃力ね。ところがまあ、大方の予想通り。試作2号機の製作しかり、オツ型の計画しかり。どちらも完遂する前に終戦を迎え、これらの計画はお流れになってしまったぜ。75mm 砲を搭載した機体が2機種もあるって状況はちょっと見てみたいけど。それが水際で襲艇を追っかけ回すような戦況は、どう転んでも見たくないわね。まったくだな。
終戦後、製作途中だった機93試作2号機は、米軍に発見され、アメリカがこれを回収。1946年3月10日には、博物館の展示品として登録され、9月から復元作業を実施。9月18日には、イリノイ州のパークリッジに移管され、1949年まではそこにあったことがわかっているんだが、記録はそこで終了。それ以降の消息は、現在に至るまで一切不明だぜ。貴重な機93が、そういったわけで、残念ながら、現存する機93というのは一機も存在せず、陸軍が自力で開発したこの襲撃機は、敗戦という波に飲まれ、歴史の陰にひっそりと隠れてしまったぜ。機93の話は楽しんでもらえたか？ええ、すごく楽しかったわ。襲撃機、っていうだけでもそこそこ特殊な機体なのに。それを十数年ぶりに陸軍が独力で仕上げた、ってのがまた良かったわね。その武装についても、歩402から歩501に至るまで、かなり尖ったものが選定されていて、襲撃機でありながら、普通の襲撃機とはまた一味違った感じのする機体だったな。ほんとね。最初は研究機として開発されながら、それが徐々に実戦を見据えるようになり、最後は水際での防衛の切り札としても期待された、っていう歴史も面白かったわね。そうだな。じゃあ、今回はこの辺にしておくか。わかったわ。それじゃあ次回まで。バイバイ。ご視聴、ありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価をお願いします。今後とも更新を続けていこうと思いますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。